五十音、五十音、または、五十音図とは、日本語の金文字、ひらがな、カタカナを母音に基づき縦に五字、子音に基づき横に十字ずつ並べたもの。また北原白州による死、五十音が存在するが、これについては口述する。日本語では、単純母音が五つしかないこと、子音それぞれとの組み合わせがほぼ完全対応であることなどが、 花及び音素を理解する手段として五十音図を分かりやすく手軽なものにしている。しかし、日本語の花、音素が文字通り五十個であるわけではない。表上では欠落したり重複したりしている文字、音素がある。また五十音図は正音のみを示すが、他に、濁音、半濁音、超音、側音、発音、陽音、などがあり、発音の総数は百以上ある。 元来、漢字の音を示す手段である反説を説明するものとして考案されたものとされるが、名里氏、反、音作法、1093年、そのシ音ンと母音を分析的に配した体系性が、後には日本語の文字を体系的に学習するのにも利用されるなど様々な用途を生んだ。日本語の声音を母音とシ音ンとで分類し、それに従いがな文字を、 縦横の表に並べたものである。伝統的には、縦が気分の要領で、縦に母音の変化、横に子音の変化を表現する。横一列は母音が揃っており、これらを、あダン、いダン、うダン、えダン、おダンといい。縦一行は子音が揃っており、これらを、あ行、か行、サ行、た行、な行、は行、ま行、や行、ら行、和行,行,行,行という。 五十音図において、んは、いずれの行、段にも属するものではないが、今日では、和行の次に置かれることが普通である。日本において1946年に現代、金遣いが導入されてからは、野行の異段、異段、和行の異上段は、同じ段の、い、う、えを置くか、空白とする。それ以前は、和行の異段、え段は、い、えが置かれた。 死因が不揃いになっている部分があるが、上代日本語においては、より整然とした体系を持っていたと推測される。すなわち、チと、ツは、現在の、チとトゥ、現在では、音素がずれている。符を含めた波行は、現在の波行、野行はイダン、異段、和行は、う段を除いて、各々 Y、W の死因であったとされる。五十音が、現在のようになった背景にある。 大きな二つの要素は、執短学と反節であるとされる。各段、各項の並び方は、執短学に、死音と母音の組み合わせという考えは反節に、由来する。過去の文献の中には五十音を現在とは全く、異なる配列に並べたものも見出される。現在の配列になったのは、室町時代以後である。この配列になった、理由付けとして、有力なのは、 疾患学、サンスクリットの音韻学による影響である。母音をラテン文字で表すと、a, r, i, e, u, u, e, ai, o, au, a,、u、a, a, a となる。太字は日本語で対応する母音であるが、実際、U、E、O の順に並んでいる。また、子音の配列も、母音、k, kh, g, gh, c, ch, j。 jhhhtthddhnpphbbhmyrlvsh H, P, P, H, H, となっており、赤さ棚は、マヤラワと一致している。疾端学を学んだ民格などから五十音図が表されたことと合わせても、疾端学の影響があることは、間違いないと考えられる。 さらに、もう一つの柱として、漢字音を研究した中国音楽が挙げられる。中国では、古くから字音を表記するのに反節と呼ばれる方法が、取られ、音音表記として、漢字二字を用い、一字目、反節上あざの頭芯と、二字め、反節下あざの母音以下及び、成長の部分を組み合わせることによって、多くの字音を表記した。この方法によって成立した字音の芯の、 分類である語彙に野生が、印書や印図などによって、日本にも伝わっていた。現存最古の音図は、平安時代中期の、九弱行音儀、1004年から1027年頃や、金三明最小王行音儀、1079年などが、挙げられている。音儀とは、漢字の発音と意味を表した、注釈書のことであり、漢訳物典において、漢字の発音をかで書き表そうとしたことが、 その起源となっている。天台宗の僧侶民格の著書、藩、音作法で凡字のような詩音だけを表記する文字を、持たない日本においては反説を利用することが書かれており、同一詩音のものを同じ行に、同一母音のものを同じ段にまとめることで、仮名を用いた反説、仮名藩を説いている。ここで、母音は、あいうえお順であるが、詩音は赤や、高音サタなら、絶音浜は、 心音という順に言っているものがある。これは、確心の超音位置を口の内から外の順に並べたものである。波行は、当時、無声量唇摩擦音。民格の著書には、その他の配列のものも見られ、五十音図の配列が当時一定していなかったことを示す。後にやらわ行が後ろに回されたのは、疾端学において、疾端の事母を忠実に反映してのことだと考えられている。 五十音、五十音図の名は、江戸時代からのものであり、古くは、五音とか、五音図、五意五位の次第、音図、半音図、かな半、かながえし、五十連音、いつらの絵などと呼ばれていた。現在では五十音図の夜行、和行には、あ行のい、う、えが再登場する、もしくは空白とする。しかし、江戸時代後期以降、これらにも、 独自の文字を割り当てる動きが見られた。これは五十音図と日本語の音韻の関係に関する興味に由来する。鈴木祐七1756年から1813年は、絵と区別するために、野行絵段を、絵の文字を置き、絵の位置には、絵の字の上の横棒がないかなを提唱した。漢学者の大田前菜は、漢の音図、文化十二年、八百十五年において、 漢字音上での区別のために、五十音図すべてのマスの音を異なる漢字で表した。国学者の戸カシ影は、音義説の立場から、字玉出すき、文政十二年、1829年で五十音の各字を奏で書き分けた。また、洋楽の立場からも、大月玄関は、西音発尾、文政九年、1826年で五十音の、すべては異なる発音であり、 それが日本語のコーンであるとした。一方で、村田春宮は、もともと五十音図は、国学のために作られたものではないために、その理屈を日本語の音韻体系の理解のために通す、ことには慎重であった。明治の教科書や教員向けの指導書では、野行遺団、絵団、和行団に、い、う、え以外の、文字を配したものも多く見られる。例えば、小学教授書。 明治六年、1871年、小学入門初版、明治七、8年、1874、五年、日本文典、中学協定、明治三十年、1897年などがある。しかし統一された動きではなく、例えば、小学入門では、初版の翌年の版からは、現在見るようなものに改められた。これらの文字の形も統一されなかった。 国学者、鈴木茂種、ね、文化九年、1812年文久三年、1863年、が、語学症経で示した図には、順に、イの字を180度回転したもの、衣の字から鍋蓋を除いたもの、うの字の左半分が使われた。小学入門初版では、イの字を180度回転したもの、えの字の上の横棒を、右上から左下に払うようにしたもの、 の字が使われた。これら以外の文字もひらがな、カタカナ両方の五十音図で確認できる。明治三十三年、1900年にカナが一文字一、字体、いわゆる変体仮ナの廃止とされた時には、や行と和行は、やいうえよわいうえヨであった。五十音の考え方が普及した後における、 かな学習家の代表的なものとして挙げられるのが、北原白集によって執筆された、鹿4.45が縦形し、50音である。一部では、アイウェオの歌として紹介されることもあるが、正式なタイトルとしては、50音が正しい。1922年、雑誌、大感1月号に上司されたものを書出とし、後に作曲家、下唄寛一によって曲が付けられ、 学習家、同様、五十音の歌として成立した。現代では、ウイロウイリと並び、俳優やタレント、アナウンサーの要請における発生及び、滑舌の訓練に際して採用される、代表的な朗読教材の一つとして知られている。ただし、下嘘による楽曲は、必ずしも正式な標準語アクセントと一致する、ものではないため、朗読教材として使用する場合においては、 楽曲として歌われることは稀である。ゆえに、そもそも、五十音を訓練教材として常用するものも楽曲そのものの存在を知らない、もしくは知っていてもそれがどのような歌であるのかを知らないという場合すらある。訓練式ローマ字は、五十音表の段と行を、ラテン文字で記号として表した合理的な五十音表記法であり、例えば死は、作業遺段、SI の位置にあるので、 si と表記される。活用における動詞の変化の説明においてもこれまでのローマ字表記だと少々無理があったものの、かつの連用型における語感もカットにして表記。これまでだと連用形なら、価値になり、語感の抜粋音字が変化してしまうすることが可能となった。なお、野行遺断、U は空白であるために遺断のみ書くように、五十音表で空欄の位置は、 母音字のみで表記され、子音字は省かれる。字、字と字、di、字、o、o と、wo、o のように発音がほぼ同じものは表記しやすいものに統一される。五十音の外にナを網羅した字文がある。雨土の詩、大たしか、第二の歌、いろは歌である。五十音、五音が日本語化して発音される、漢字音を体系的に理解しようとするものであるのにし、 これら呪文は、もともと4世など患者音のアクセント習得のために作られ、用いられたものとみられる。ただし色ウ歌は文脈があって内容を覚えやすいことから手習いの手本にも使われ、また色羽ざる衣装などのようにものの順序を示す色羽順として使われた。明治期の教科書はデジタルスキャンのものが多く公開されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。